はい、これは、コンパクト、こういうようなコンパクトロッドで、キストリーとかハゼ、ホチを釣る時の、仕掛けです。こういうもう鉛まで全部セットになって仕掛けがあります。で、もし仕掛けが切れてもスペアの仕掛けっていうのが両方の仕掛けについてます。ここに切れた時のスペア仕掛け、こっちにも、スペアの仕掛けっていうのがついています。で、あとは鉛があるんで、こういう餌、青エソメとか石ゴカイ、あとは人工のパワーエソメを、使ってください。で、仕掛けの結び方はもうここに簡単ですね。ここに道糸につなぐだけっていう風に書いてますんで、道糸につなぐだけっていうのが書いてるんで、裏に大体のことは書いているんですけど、こういう鉛のついた天秤のところの、輪っかのところに糸を結びます。結び方も、ここに書いています。で、最初この天秤はステロテープでここがついてますので、これを外します。最初こういうような形になってます。これは曲げないと使えないので、これを L 字に90度の角度で曲げます。ぐっとこういうふうに曲げます。で、この曲げた高い方の方が尾が道糸を結びます。このように穴を通して、で、ねじっていきます。今度はプリンチノットっていう結び方になります。4回から5回ぐらいねじって、最初のここの穴のところに糸を通します。通して、で、元からあった穴のところへ糸を通します。で、端っこ両方の糸をで、こう引っ張っていきます。そしたら、締め込むことができます。で、あとはこの仕掛けをここの天秤のところにスナップで引っ付けます。で、あとは仕掛けをこうバラしていくだけ。こういう風にしてバラしていくと簡単に外れていきます。こういうような仕掛けですね。天秤があって、こういう砂釣りっていう、2本寄りのところがあります。で、針が2本ついています。で、必ず最初こういう風に仕掛けがふにゃふにゃっていう風になっていますので、手で持って引っ張ります。で、指に刺さらないようにしてぐーっと引っ張ります。切れない程度にぐーっと引っ張って、この糸のよれを取ります。そうすると、先よりも糸がまっすぐになっています。で、これを何回か繰り返していくうちに、仕掛けがピンというふうに張っていきますので、最初、仕掛けを作るときはこういうふうに仕掛けを張ってください。